リアル脱出ゲーム行ったことありますか？いや、行ったことないんだけど、めちゃくちゃ行きたいんだよね。リアル脱出ゲームね、マジで行きたいんだよな。行こっかな、今度。いや、結構やっぱ面白いらしいし、なんかいろいろ得れるものが大きそうというか、ね、やっぱ新しいエンタメを体験したいじゃん。楽しい、新しいって正義なんだよね、個人的に。うん、新しいものってワクワクしません？やっぱ初めてやるとか、新しいものとか、どうなるかわかんないものってやっぱワクワクしますよ。リアル脱出ゲームみんな行ったことあります？なんか結構難しいらしくて、クリア率もね、そう、高いものから低いものまであるんだけど、そのなんかクリア率が本当に低いものとかもあったりして、しかも一人一回までしか遊べないらしいんですよ。その後日また行くとかができないらしくて、そのなんか本当はじゃあこういうことでしたみたいな解説が、解説までしてくれて、だからネタバレされちゃった状態だから、もう人生で一回しか遊べないみたいな。脱出した時の達成感は脳汁出ます。マジ。紙で解く系と実際に物を動かす系と街歩き系の脱出ゲームがあるけど全部面白いです。結構いろんな種類あるらしいですね、脱出ゲーム。マイクラの脱出ゲームとかもっと流行ってもいい気するんだけどな。脱出ゲームって面白いですよね。まあ、でも見てて面白いとまた違うのかな。脱出ゲームの視聴者が作ってほしい、できるやつとか、あー、ドズル社プレゼンツ脱出ゲームみたいな。うん。なんかでも、あれだよね、動画にしちゃうとみんなもうネタバレになってるからね。難しいよな。あ、オンリーいた。脱出したい。オンリー行く？リアル脱出。行くか、一緒に。いいかもね。脱出ゲーム行きますか。今日もご視聴ありがとうございました。良ければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。